はい、こんにちは、116ウィンズです。世間を騒がせている某ウイルスのおかげでですね、最近めっきりアストロズの話題を聞かなくなったんですけれども、今日久々にですねアストロズの話題が出てきまして、でそれがですね、アストロズの2017年のチャンピオンリングがどうもオークションに出ているみたいなんですね。まあ、ゴールディングオークションズっていうところの、まあ、サイトで出ているみたいなんですけれども、まあ、実際に見に行ってみたら本当に出ていて、で説明を読んだところ、まあ、製造元、まあ、リングの製造元であるジョステンスの証明書もついているらしくてですね、まあ、どうも本物である可能性が、まあ、かなり高いんですけれども、まあ、このオークション自体はどうも5月16日までやっているみたいで、で現在の入札額はまあ$7,000、まあ、大体7、80万円ぐらいですかね、日本円にしたら、まあ、それぐらいの価格がついているような状況ですね。で2017年のアストロズというと、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ、サイン盗みの問題があって、で、まあ、1月には、まあ、MLB から報告書が出て、いろいろと関係者に対する処分というところも発表されていたわけなんですけれども、まあ、当然ですね、あの野球界からも、まあ、2017年のアストロズのワールドチャンピオンっていうのは、まあ、ちょっとこうサイン盗みによって助けられたんじゃないかっていう風に見る人もまあ非常に多い中で、ただまあ実際にこう MLB からアストロズのワールドチャンピオンを剥奪するっていうことは、まあ、処分としてはなかったわけですし、あとはまああのアストロズの選手たちがまあチャンピオンリングを手放すっていうことはまあ今のところなかったわけなんですけれども、まあ、今回こういった形でチャンピオンリングを手放す人が現れたということになりますね。で簡単にですね、アストロズのチャンピオンリングについてご紹介したいと思うんですけれども、まず今回のリングっていうのは1322個を、まあ、関係者に配布されているものみたいなんですね。まあ1322個選手たちですとか、まああとは球団のスタッフですとか、まああとはあの OB にもまあ多少配られているみたいなんですけれども、まあ1322個の1個であると。で一応4種類リング種類があるみたいで、でまあちょっとこう豪華さが変わってくるみたいなんですけれども、まあ、選手たちがもらっているリングが一番豪華みたいですね。で一番豪華なやつだと、まあ、10.55 カラットのまあ宝石みたいにですね、まあ、ダイヤモンドが200何個も散りばめられていたりとか、まあ、あとはサファイアとかはまあいろいろ使われているみたいなんですけれども、ちょっと私宝石には全然詳しくないんでわかんないんですけど、まあ、それぐらいですね、非常に豪華な作りとなっているリングみたいですね。で今回出品されているリングがちょっとこの4種類の中のどれなのかっていうところはちょっと明らかにはなっていないんですけれども、まあ仮に一番豪華なケースだと、まあ先ほど申し上げた通り、まあ 10.55 カラットというところで、まあ普通に宝石で買ったらまあかなりの値段になるんじゃないのかなというところですよね。まあ、なのでこの短期間で、まあアストロズが優勝してからまあ2年ちょっとしか経っていないわけですけれども、まあこの短期間でオークションに出てくるっていうのはちょっと非常に驚きでしたね。で気になるこのリングの出品者なんですけれども、アストロズの元スカウトであるデビッド・ブリトーという方みたいなんですね。でこれはリングに、まあ、ブリトーという名前が彫られているっていうところと、あとは、まあ、オークションの説明文のところにですね、まあ、デビッド・ブリトーから落札者に対して、まあ、所有権が移りますよっていう手紙を、がついてきますというふうに、まあ、書いてありましたので、まあ、このデビッド・ブリトー氏が出品したのは、まあ、ほぼ間違いないかなという感じですね。で、このブリトー氏の経歴とかをちょっと調べてみようと思って、頑張って Google とかで見てみたんですけれども、まあ、ちょっとあまり有力な情報は出てこなくてですね、まあ、あの、フランバー・バルデスを発掘したっていうところは出てきたんですけれども、まあ、それ以外でこう、何かこう、経歴っていうところがちょっとわかるような情報っていうのは出てこなかったんですけれども、まあ、あの、そういった方みたいですね。で、そのブリトー氏が今回どういう理由でワールドチャンピオンリングを、まあ、手放そうっていうところに至ったのかっていうところはわからないんですけれども、まあ、ただこれまでもですね、結構チャンピオンリングってたびたび売却されてきたことがあるんですね。まあ、例をいくつか挙げると、まあ、元メッツとかで活躍した、まあ、レニー・ダイクストラが、まあ、破産するときに2009年に破産したんですけれど、まあ、彼が破産するときに、まあ、1986年の、まあ、メッツで、まあ、ワールドチャンピオンになった時のリングを売却したっていうこともありますし、まあ、あとは元レッドソックスのスコット・ウィリアムソンというまあリリーフピッチャーがいるんですけれども、まあ、彼もですね2011年に、まあ、2004年レッドソックスのまあワールドチャンピオンのリングを売却したっていうこともありますね。この他にもですね、コレクションという意味でデーブ・ルースがかつて所有した1927年のヤンキースのチャンピオンリングが、まあ、2017年に400万ドル以上で売却されたっていう例もありますので、まあ、結構ですね、決してこう頻繁にとは言えないんですけれども、まあ、ちょくちょくチャンピオンリングっていうのはまあ売却されてきた過去はあるんですね。ただ仮に今回の売却理由が、まあ、そのサイン盗みによって、まあ、チャンピオンシップが怪我されたからとか、まあ、そういった理由だったら、
まあそれは結構前代未聞な理由での売却になりますよね。まああのレニー・ダイクストラの例で言えば、まあ金銭的困窮から売却したっていう例もありますし、まあベイブ・ルースのリングに関してはコレクションとしての価値が評価されて、まあ売却されているっていうところもありましたけれども、サイン盗みで、まあチャンピオンシップが怪我されてしまったからとかの理由だと、まあちょっとあまりに悲しいですよね。まああの想像の域は出ませんし、まあブリトー氏が、まあ実際に今回の売却理由を話すってことはまあ多分ないと思いますので、まあ真相は誰にもわかんない、本人以外は誰にもわかんないとは思うんですけれども、本当はね、まあこういったチャンピオンリングっていうのは、まあ本当に一生の思い出になるはずの品だっただけに、まあちょっとこういう風な形で売却されるっていうのはちょっと残念ですよね。で、正直今回みたいに、まあ、手放す人っていうところが、まあ、今後も出てくるんじゃないのかなっていうところが個人的に考えているところですね。まあ、選手はともかくとして、やっぱり関係者、スタッフってなると、まあ、サイン盗みっていうところで、まあ、2017年のワールドチャンピオンっていうところが、まあ、結構曰く付きのものになってしまったわけですけれども、まあ、それによってやっぱこう、2017年のチャンピオンっていうところが、まあ、素直に喜べないっていう人が、まあ、必ずアストロズ内でもいると思うんですよね。なのでそういった人たちが、まあ、もしかしたらオークションなりなんなりで、まあ、チャンピオンリングを手放すっていうことも、まあ、今後あるのかなっていう感じはしますね。まあ、ただ2017年のアストロズのワールドチャンピオンっていうところは、まあ、変わりませんので、まあ、もしですねお金にとても余裕のある、まあ、アストロズファンの方がいたら、まあ、あのこういったオークションで買ってみるのもいいのかなっていうところでこの動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。